神オレックス。人を好きになり、告白し、結ばれる。それはとても素晴らしいことだと誰もが言う。だがそれは間違いである。恋人たちの間にも明確な力関係が存在する。搾取する側とされる側、尽くされる側と尽くす側、勝者と敗者。もし貴殿が気高く生きようというのなら、決して敗者になってはならない。恋愛は戦。あら会長、今私のことを誘いましたか？くだらん色恋話に花を咲かせよって、愚かな連中だ。お二人はご興味おありですか？僕、篠宮先輩に殺されると思うんです。今のように告白されるのを待ちますか？かぐや様は告らせたい。天才たちの恋愛頭脳戦。2019年1月放送開始。恋愛は好きになった方が負けなのである。